まあ、なんか特徴的な感じかなと思うんですけど、なんかあるんですか？なんか、はい、あの東京オリンピックの2020で、はい、あのコロナ禍で縮小してしまったので、あの捨てられる予定だった足場の丸いです。で、それをあのステージにいけなるゲストがインテリアの装飾として、あの再利用しました。ヒルゼンの材木店の植木材木店さん の、 あの天板1枚をあのこちらで、見事な、はい、ね、木目で、熱々の鉄板メニューを、あのぜひ雪が積もる冬、ヒルゼの冬に、あの皆さんに食べてもらって温まってもらいたいなって思います。はい、でもこちらのメニューっていうのはその年中提供している商品。はい、あの本当は去年の冬限定だったんですけど、あまりにも人気だったので、あのグランドメニューに載せました。こちらあれですね、カレーの風味というかほんのりしつつ、はい、あまり辛さを抑えて、ですよね、はい、小さなお子様も召し上がっていただけるような甘口のルーになります。この麺ですよね、はい、結構なんかもちもち感もあるですね。グラム粉の最高級グラム粉を使った生パスタ麺を使用しているので、もちもちとした食感になってます。結構こだわりがあって、なんかちょっとなんていうんですかね、なんか病みつきになりそうな感じですよね。ありがとうございます。